Thank you for exploring me with us. 探検してくれてありがとう。The journey doesn't end here. まだ旅は終わってないよ、つって。いや、結構終わってる感じ。これ以外のね、コンテンツがね、全部見えなくなっちゃってるのよ。昔のキャッシュしかなくて。で、どこ残ってないのかなと思ったら、偉いぞ、メーバーマトね。メーバーマトまでまとめてくれてる人がいて。ね、使い方とか。偉いのがね、作ったのは2015年の5月18日、なんでこんなタイミングなの懐かしいよね。そうで、Google Glass って右側じゃないですか。で上なのね、だいたいこの辺に見せるっていうのは、人間工学的に人間って考え事をするときにこうするんだって。右上を見る、考えるとこうするっていうふうに合わせてそうしてる。だからこっちなんだっていう、ああそうなんだって思ったんだけど、知らない人にこれかけられると真っ白ここに置きたがるのね。ここじゃなくて見た目、本当自分のここの右真正面前にかけて、合わないとかやってんだけど、本当このこうやって真っ直ぐ伸ばして、この指の先ぐらいにこう映ってるぐらいな感じでセットしてね。そのこれをやってくれた黒人のすごいこうものすごくこう愛想のいいこう人がそういうふうに言ってくれてたんだけど、まあ、操作方法はサイドでね、ここにここのスワイプとか、こいつ自体はこいつは何の操作方法もないです。まあまあ眼鏡なんだからねっていうことじゃなくない、まあ、電源入れるとここにボタンが強くあるんだけど、それ以外はない。ところがこいつはこのつばのところ、でこのつばのタイプのやつって多いよね。他の日本人かなんかもそうだし、ここにインターフェースというのを割と一般的で、カードタイプでふやふやしますよっていう、このカードの方は Android Wear の方の設計の方に生かされてるらしい。実際アンドレイウェアとこいつの作り方は割と似ている、イメージ的に同じじゃない、割と似ている。ただおかしいのがアンドレイウェアを持っている人、まああまりないね。アンドレイウェアをやるとこうするのシュッシュってスクロールしていくのね。ところがグラスの場合はこうするとカードが消えるのね。横方向にカードがこう流れていくっていうのはグラスで、ウェアは縦方向スクロールになってる。縦方向で横方向にカードが流れていくっていうのがウェアなんだけど、グラスの場合は横方向にダラララララってあって、タップすると、まあ一段下がってまた横方向に流れていく。まあ後でかけてみるとなんとなく分かると思うんですけど、そういうこれだけの動きになってて、こうするとね、もう一個戻る操作がこれっていうイメージね。アンドロイドの場合は、戻れば普通にこれ戻れるから、その操作法が、こう、90度逆なんで、なんでこうしたのみたいな話を聞いたら、そうだねって部分にしてもらえて、あ、そうなんだって、そうだねって言われちゃうと、何も言えなくなる。はい、まあ、そういう Google グラスなんですが、来年出るのかね、2が出る出ないとかいろんな噂はあるんだけど、2でしょ、2代目だけどセカンドジェネレーションだから、はい、Google です。まあ、名前は分かんないけど、まあどうなるかねという話があります。で、次ミラーがね、そこなんですよ。ちょっと説明してもらっていい？紹介します。ブリリアンサービスの本当です。これは Google Glass の発表された翌年の2013年の MWC
3世代目ですかね。で、AR で表示ができて、ジェスチャー入力ができる。まあ、キネプトみたいなのがここにあって、こっちの形から、こっちの画面に、この画面に出ているのが、ここにかけると、こう手を動かして、で、こう、こういう感じで、深さが分かるんで、この、だからそこに目が見えてるの。ちょっと手前に行くと分かんなかったりとか、奥に行くと。AR 手動。こうやって、こう、取るぜっていうふうにすると、取れたりとか。実装はしてないですけど、これをこう、なんか、縮めたり、広げたりとか、スワイプしたりとか、を認識できる感じですね。これは、その、さっきのこのピッピってやる。ありがとうございます。これいいですね。後で大変だよ。で、今がこうね、あの、とか、まあまあ、こういうのとか、あの、ワイドアイディーリコーとか、トム・クルーズがビヨーンってやってるっていうののイメージに結構近いので、ね、ジェスチャーでそういうインタビューしますよっていうタイプで、あの、注目されています。これってまだ一応売ってるって言ってるんでね。一応プロトタイプが今これだと150万。150万。いや、みんなね、150万って聞いて高いと思う人。個人でか。いや、あの個人で別に買うのはいいけど、いや、俺からすると150万めっちゃ安くないですかって思ったりする。実は一個前が、300万、うん、新型はちょっと今までいくらなのかわからない。一桁。まあ、桁が1個下がる。桁が下がるぐらいの。まあでも、これがそのぐらいの金額で買えるっていうのは結構俺的に驚異的。そういう意味で言ったら、Google グラス、これもそうだし、スマートアイグラスもそうなんだけど、もうね、原価すごいかかってるんだね、これって。もうカスタムパーツだらけなんで、すごい高いんですよ。画面なんかは多分違うと思うんだけど、そうなると、じゃあ、これもね、1台売れるたびにどんどん赤字になるんですよ、ほとんど、みたいな。中の話どうするみたいなんだけど、じゃあ、これは何かというと、ソニーのスマートアイグラスってやつです。これ、つけたことある人。あ、1人2人。一応売ってる、10万円。っていう余裕がありました。で、これはあのシースルータイプで、やっぱこれ全部電源が入りっぱなしで多分もう少し死ぬな。これ電池組んだ俺が、あのこれをかけないと何が何だか分かんないんですけど、これ両側のこの真ん中に、こっちは分かりやすいね、ここで映ってるからだけど、ここはこの真ん中辺に